おはようございます。本日は明神山に登りに来ています。百名山のように有名な山ではありませんけれども、信仰の山として古くから地元の方に親しまれてきたお山になります。また千岩峡や鬼岩といった不思議な岩の世界がありますので、そちらも楽しみにして登っていきます。こちらに行くと千岩になります。千岩には帰りに寄ろうと思っています。まずは明神へ向かいます。これがロッククライマーの聖地の鬼岩でした。すごいです。鬼岩の越ですかね、到着しました。多分あれが山頂だと思いますけども、綺麗に見えてます。ここ登ります。村月八丁ですね。村月八丁を歩いてますけれども、こういった濡れた岩の上をですね、歩いて登るルートなので非常にスリッピーで、気をつけないと危ないです。
この巨大な岩を巻きながら登っていく感じですね、ここは。今度はここをよじ登ります。胸突八丁の頭に着きました。いい眺めになってきました。ようやく少し緩やかな尾根道に出ました。6合目に到着です。よいしょ。ああ。お。お、はしごだ。はしご登るんだ。すげえ。うわぁ、細いはしごだな、これ。いやぁ、心もとない。細い。怖いなぁ、これ。よいしょ。うわぁ。うおすげえ。いやーすごい。おおおおおすごい。うわ、いい眺め。あれ、富士山か。オーライコ。すごいなこれ。よいしょ。
いや。山頂です。まもなく山頂です。それでは下山します。だいぶ歩きやすい道になってきました。下山のルートは上りとは違うルートで下ってるんですけれども、こちらの方が安全ですね。岩場や鎖場もないので、下山はこちらがおすすめです。鬼岩の越に戻ってきました。今からチーワを見に行きたいと思います。